巣鴨も今日放送するのかな。やべ、また何も考えてなかった。やべ、今日水曜じゃん。やべえよやべえよこれ。お疲れなんだけどさ、あ、今日水曜日か。やるって。いや、公式でやるよ。いつもどっちでやるかわかんねえ、あやふやな野郎どもよ。今日こっち U 字カップで使うから。ちょっと伸びに言っといて、この放送は U が乗っ取ったって。ポツです。許可するか。伸び身でよろしく伝えるで。5分ぐらい無事ですね。で、0.5 伸びで 1U 字ですね。はい。あれ？ちょっと待って、おかしい。え？あれ？ポイントが？ちょっと待ってね。しばし皆さんご歓談のほどを。延長。はいはいはい。もうこれ以降ビタ一文まかないよ、やらないよ。どんな状況であってもな。スガモはな、ちょっとね、再来週になった。再来週、スガモ再来週だから、その代わりにやってんだよ。でね、ちょっと今簡単にルールを説明させていただきますけども、プレマなんですけど、チャレンジは一人一回にしましょう。はい。あ、パート3になってんの？意味わかんねえ。めちゃくちゃだな、この放送。なんなんだよ。パート3になってる。まあいいや。パート1ですね、これ。でですね、月に何回やるかわかんないですけど、何回 やるたびに入ってきていいんで、で、1日に、例えばプレバン同じ範囲になっても、1回入ったら、で対戦したら、ちょっとリスナーサイドに回っていただければ。マジ人来ないってなったら、ちょ2回目いいやって言うから、来いよって言うから。あ、初見の方こんにちは。もう僕のことなんて知らない人も多いんじゃないでしょうかね。よし、最近鉄拳、まあそれはこれから行われる、大会というか一方的な惨劇って分かると思うよ。ちょっとやってみる。やる前にちょコンボを思い出させて。音小さい？なんなん？大きいとか小さいとか。大なり小なり、ちょ調整してよ、そっちで。そうですね、FF 勢のユウさんですね。FF もやることがなくなってきたんで。ちょうどいい。ちょっとそっちの方で頼むわ。ちなみに、第一節が有利ですから。今日って巣鴨放送はちょっと分かんないですね。この放送が急に止まったら巣鴨放送が始まったと思ってください。よし、ちょっとじゃあもういきなりやりますわ。
でね、プライベートスロットは設定しないのであれですね、入ってきた方はね、ゆって言ってください。ユージポイントは買い掘りセットじゃないですね。それどっかで聞いたことあるね。で違う、その今じゃないよ、ユっていうのは。ノビ、生徒配信ちょっと待ってくれっつっといて。それはノビだな、さしてくれるだろ。どうせラマト配信の人たちで今見てる人たちが見るんでしょ。名前どうしよっかな。ちょ、 U 字カップは痛いな。ちょ、放送中にしよう。皆さんのプライバシーを守るために。あ、俺キーボードあんじゃん。そういえば FF やっててよかった。ユージカップでいいの？これリスナーじゃない人がいるかどうかの見分け方が、そのやっぱり入ってきたら何らかのコメントをしていただくっていう。ユでもいいですし、ニコ生から来ましたのにでもいいですし、ね、はい。というわけで、やっていきましょう。エリアはね、どこでもいいでしょ。主要言語どこでもいいでしょ。プライベートソートなし、参加人数6、制限時間は80、ラウンド3、連勝制限は、連勝制限無効だね。ニコ生放送中、ゆ。なるほど。そうね、もういいよ、言う通りにするよ、なんでも。 OK。 あ、まだ、そう、エリアどこでもにしちゃった。そう、使用を覚えてね。やばい、あぶね、あははは、変なやつ来た。自分と同じだね、使用言語自分と同じ、回線品質5。これ俺が負けたらめんどくさいんだよね。さあ、ちょ、のびに一筆送っとくか。一応もうなんかやだから、かわいそうだから。さあ、まあとりあえず軽く丸まれ。あ、伊蔵さんこんばんは。いつも見ていただいてありがとうございます。初心者参加 OK ですよ。はい。3連勝した。違うよ。例えば1回勝ったら1有事ですよ。初心者参加は OK ですよ。あ、ペコスのリバン前陣みたいで嫌だな。ペとか、ノビ、あ、じゃあツイッチでやってもらおうかな。いや、ツイッチやんならこっちでやれって話だよね。参ったね。とりあえずやるか。ちょっとノビ困ってるけどいっか。これ、ゆ、みんなゆとかなんとかかんとか入れたいね。
そうしないとね、1、2、3、4、5、あ、 OK、 これ全員来たね。で次俺の番になったらちょっとやるから。無理、9時に終わるけど遅いって言っとこう。あら、オッケー、順番ごめんね、変わっちゃったけど、まあ気にしないで、一人一回で。こんばんは。ですね、後から来た方に大会の説明をリスナーさんがする放送です。お願いします。やばい、やばい、伸びが怒ってる、やばい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 、どうしよう。いい、オッケー、オッケー、オッケー、大丈夫でしょ。さあ、というわけでね、鉄拳界の3大イベント、マスターカップ、マスターカップ、攻撃ナイト、マタロール杯、ミュージカップの3つのうちのですね、1つですね、今まさに幕を切って下ろされようとしてます。もう実況も勝ち詰めらんねえからね。画面がでかい。よし、まずい、まずい、座布団、おー、しまった、やばやばやば、椅子の高さが FF 仕様になってる。FF 仕様なまま転ばせセッティングのスキルを、おー、きちい。一回負けた方はその自主的に一回部屋を出ていただけると非常に助かりますという、プレイヤーが作る素晴らしい大会でございます。アラガンノット、アラガンノット誰だ、やめろよ。ここでですね、緊急のお知らせなんですけれども、なあ、向こう菅本店さんがですね、8時半までに終わらせろと8時半までに終わらせろということで、8時半までの大会となりました。第1節、まあ、まだまだ時間の方はね、たくさん余ってますので。あれ、伊藤さん、キャラ変わったね、クマパンやめた。嘘だろ、死なないで。延長も金もったいないね、ストイックだな。
よし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 、やばい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 、すべてやばい、やめてくれ。やばい、これはまずいぞ。この新しいテーブルのやりにくさが勝ちなんだけど。おっしゃー、鉄拳レボリューション。テスターの後のあれ、さばくの結構むずいよね。え、あれもさばくの結構。二人部屋にするとね、検索になっちゃうんだよね、みんなが。次のユージカップの予定はですね、突発的なのでちょっと確約ができないですね。いやいやいや、そのね、ハチガチにルール決めるとダメなんですよ。本当適当ですわ。そう、メモっときますね。どう、 PS3 のアカウントでメモろっかな。じゃあ今の伊蔵さんのアカウントで一有事ってメモっとくね。ところどころ FF のコメントが入ってくるのは何なの。あ、来た。ドクター来た。来た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 、ドクター来た。おおおお。相打ちかと思ったじゃねえか。ちょっと待って、まだ本当にね、ちょっと動かそう。そこからだよ、わざわざ出さない。グルミティ先生も言ってた、技で返すな影丸。ほら抜けれる、ほら抜けれる。そらしてる、そらしてる。帯から電話だよ、ちょっと待ってよ。大会主催してるスタじゃん。ちょっと帯待ってよ。あ、浮くの。だって、8時半って約束したのに。手厳しいな、ナノコスラも。
ポールが長えよ、ノビ。メンヘラ女だよ。こういう相手にこそローカルな攻め方で。はい、今のがハーフステップ中のガードですね。皆さんタイムシフトで何回も繰り返し見てください。ハーフステップ中のガード、これ大事ですからね。おーっと、レイブロン。そうあれすげえ強いんだよな。いや、全一戦本気ですわ。ちょっとノビの電話、ちょっとノビの電話出ますんで、ちょっと待ってくださいね。ちょっと始めちゃっていいですよ。お疲れ様です。はい。あ、そうなんですか。あ、さようでございますか。すいませんです。はい。じゃあ、やらせていただきますので。はい。いや、ちょっと今放送中なので、あまり、はい。汚い言葉は使えないですね。はい。それでは、はい。ということで、はい。失礼します。はい、はい、いや、のびさんからお許しが出ましたよ。ということでね、通常2枠ですね、やっていきますよ。伊蔵さん、ちょっともう一回入ってこれっかな。ちなみにね、日野さんが来たらしいんで、公式放送でやるみたいです。2枠で見てください。いや、公式放送は別のコミュニティなんで。危ねえな、この手の前。何やってんの、この。誰ところで、あ、リリー、シャポユかと思ったわ。届かないかな。エゴですこんね。あ、タイムシフトを見てください。もうタイムシフトを見てください。新しい。でも最後ちょっと補正ゲーになってなかったね。鉄拳界三大大会に確かめました。体力ゲージ見えてない、マジだ。ふざけ、ちょっと待って。いいよ、こうか。ちょっと待って、後でまたやる。
よいしょ。あ、もうバッククラッシュもかわせなくなってますわ。あば、ひたすらに危ない。よし、ちょっと待って、これ一回キャプチャーし直すね。これで見えるのかな。これね、ワンピー側はね、激アツチャンスですね。カットインですよ、これは。信頼度 30% アップ。あ、ありがとうございました。信頼度 30% アップのチャンスタイムですね。エヴァンゲリオンだったらシンジ君のカットインが入るところですね。エウレカセブンだったらエウレカのカットインが入るところですね。ルパンならフジコちゃんのカットインが入るところですね。さあ、ユージカップ第1回の第1節のこれはね、4戦目ですね。多いな、レオ画面とかも。やばっ、あ、拾って。そうなんですよ、遠距離届かないんですよ。もう死ぬんじゃない。いいゲーム、あ、いいゲーム、いいゲーム。なんでミヒレの体力ゲージ不動品なの。あ、わかったわかった、原因わかった。ちょっと後でいいや。やばい。はい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 。あいやいいね。オンライン。そうなんですよ、もう我々ですね、ラストをたくさんやってるんですよ。あ、はい、ね、今ね、とか俺新しいデスク買ったんですけど、パソコン PC デスクのさ、キーボード引き出すところにさ乗っけてるわけよ、アケコン。力入れた時に奥に引っ込んでくんだよね。それだよ、これ改善の余地あるよ。やっべえな、これ。この大会、主催者側のセッティングがなってない。ちょっと待って、どうしようか。
体力バーもうちょっと諦めた。この大会基本的にあのセッティングをする時間がないんで。Get ready for the next class. なんでだろう。アマレコ太郎の多分。俺たちは止められるか。Round one. Fight. 今のところ一ユージポイントゲットしたのは伊蔵さんだけですね。時代が時代なら死ぬ。はいはい。あしょっぱいしょっぱいよ。面白い。安定コンボですわね。はい、ごめん、いろいろごめん。遠く行っちゃう。あ、やべ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 、コンボ失敗したかと思ったよ。読みやすいじゃないか。きついっしょ、それきついっしょ。オッケーオッケ重くない。続きチャレンジよく知ってんね。とりあえずこの鉄拳久しぶりにやりたたときはとりあえず続きチャレンジで高める自分を。一有事ならずですね。今のところ一有事ゲットしたのは伊藤さんだけで。どうしようこれ、体力バー見えないよね。あれだよね。Get ready for the next battle. あ、沢村じゃん。ファクトリーお疲れ様です。参加しようと思ったのに PS3 売っちゃいました。売っちゃいました。お前それあかんぜよ。ネットゲーマーになっちゃうぞ誰かみたいに。誰これ。いいな。
あ、下手くそ俺の。やったー。大きい。絶対やると思ってもバレてるよね。俺ありとあらゆるところやる。大好きだから。せんであの技。読み合い。つわものだった。延長してやるんだな。してやるんだな。最初に自動枠取りになってねえだろうな。あれですからね、あの主催者が当初決めた部屋に何らかのコメントを打ってっていうのすらもう確認してないですからね。まいったな。なんだ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 。福さん、福さん、さんか。知ってる人なのみんな。確認していませんでした。あ、全然いいですよ。はい、あの緩くいきましょう。福さん知らないのってすみません、存じ上げられないです。福さんって誰？入ってもいいけど2枠なんですよね。俺ドラゴンの国はまず、ま、負けないようにできてんだよ、ね、こういうの絶対当たんないらしいよ。ノビーはさあ、なさるとマジ当たんないんだけど。あ、うまい、伸び。当たんないんですよね。あれ、生放送でしてる人なんですね。同じ種類の人間使う。あ、違う。うわぁ、硬い。うまいうまいうまい。これ死ねるゲームなんだよなこれ。ひぃ、危ない。食らえるんだよ俺今。捨て勝って言ってるねみんな。投げコンボ、これ違う。
おお、イナーシャル。FF の話はいいからマジで。あ、すいません、ありがとうございました。これで伊蔵さんですね。先ほどの一生からの続きってことで、はい、ワンピーカットインです。シャキーンチャンスだ、いうカットインが入りましたね。ワンピーですよ。 30% アップ期待値。固定できねえのかなこれ、あの部屋主特権で。歪んでるよな。Get ready for the next battle. だけどね、投げでね位置を変えたりそういうのは俺はしない、そういうのはしたくない。さあ、唯一のユージポイントをゲットしてリゾーさんですね。大きく2ユージをゲットすることによって頭一つ抜きに出ることができるでしょうか。できそうです。スピー来た。暴れがやりすぎます。スラッシュキック出るけど、でもおかしいな、マジ。そう、ボクホやってるとね、あれ当たるんですよ。レオ君バックダッシュ長い。ゴッド。伸びスラッシュ。ああ。もっといけていいよな、ここ変わんないの、入んないんじゃない。いいね、いいよいいよ、かわいそう。カート率高すぎだろ。
やりすぎました。うわそういうのを抑制するために一応呪術を打ってきたんだけど、今まで読み合い強いよ。入んねえだろ。集団あったらどうすんだよ。そういうの、相手幽霊のこと。これある？ある？これあるやつ？やりたそうな感じだったね。マジ止められんだよな。なんと2ユージゲットです。ちょっともう一回、これまんまで、復権復帰したよ。カットインが強すぎたね。カットインプラス U 字軍出ちゃったね今。あ、すいません、みんな教えてあげてよ。これ1時間枠なんでございますよ。第一節は、第一節はじゃなくて、基本的に次ラストですね。ちょっと入っていただいた皆さんマジで申し訳ないんですけど、あれですよ。いや大丈夫です、大丈夫です、そういうルールなので。あれですね、多分この1試合で終わるんじゃないでしょうか。続く第2節を皆さんお待ちくださいということで、一切告知等がございませんので、このイベント。剣断恐るべしだ。いや、バカにしてる意味じゃなくて、持っとくよ。イゾハイフンタン、ね、メモメモ帳。メモ帳。Get ready for the next battle. よし。三遊女渡せねえよ。ちなみにね、ポイントは減りませんか。ここで僕が勝っても伊藤さんのポイントが1遊女になったりはしません。それマジ無理なんだけど。オンラインとかそういう問題じゃなくて見えてるんだけど、多分
やこのリーチは特に強い予告伴ってないんで、あ、今とかね横で避けたと思って打ってたからね、末期症状でしょ。壊れないやつ、これ壊れないやつ、起き上がるとね死にたくなるんですよ。そのうちスーパーユージ君の使いところとかも重要になってきますんでね、伊蔵さんとかはね二ユージを使うことによってねスーパーユージ君かけれるんで、はい、若い世代には何言ってるかさっぱりわかんないでしょうけど、ちょっとスーパーユージ君も分かんない人はスーパーひとし君にググってください。バカ、そんなこと言ってないけどふざけんな、やべえよやべえよやべえよ、時間もやべえよ。ポイントゲッ、ポイントを死守しました。そういうことですね。第1回ユージカップ第1節をこれで終わりたいと思います。キリがいいのですいません。お疲れ様です。グッバイ。